大石愛希選手のミドル。9.7センチ。そのうちにつけたい鈴木康太選手。つけれず。大石愛希選手先行のゲームスタート。100スタート大石選手。カバーはしてきました。さあ、ここも100取ってきます。406。いいキープですが、60絡まず。そしてここもしっかりキープ。100欲しいですね。100を取りたい。いい角度。いやー、さすがナイススタッキング。241残り。トリプルから、そして上がり目を出してきます。いいですね大石選手。20しっかり絡めてきてます。60を絡めてきて、さあ鈴木選手100欲しい。もう一本ですね。60これ絡まないと上がり目出ません。上がり目出せずで106残り。大石愛希選手18トリプル。20に戻る。201残り。上がり目がないので大石選手がミスした場合ですね。詰めときたいですね。そしてもう一本。まあ、ブルでもよかったですけどね。さあ大石選手16。アレンジからの16ダブル。あーっと、これはアレンジまで。トリプルからの16ダブル。決まらず。さあ、ここを思い切ってね、打ちついていきたいですね。
1投目、大石選手、まずは19ダーツでキープ。さあ先攻後攻入れ替わって鈴木浩太選手先攻のゲームスタート。トリプルからいい角度ですね。これ絡みますね。これねちょうどいい感じで挟み込みの140、さすがです。やっぱ本当にレベル上がってますね。狙えてます。うわー140で返す。絶対負けられない戦いがここにはある的な鈴木浩太選手ですが、あっとスタッキングしてね、こういう感じでねやっぱりこう寄せられていくのでね。さあじゃあカバーして285。そしておお意地のトエティ、今のは20ラインをね貫いたが良かったような気がしますけど、131残り。トリプルからそして17トリプルアレンジまで。まあ3球残2というライン狙ったんですけどね。そうですよね、まあ、アレンジはねいろいろ得意なアレンジがありますのでね。100取ってきましたが鈴木選手20ダブル。1そして10ダブル5ダブル。あーこれは大石選手チャンスですね。141得意の20。しっかりアレンジして2ダブル。あっとサイド。さあ18から。もう一本。そして。3本目。
入れ替わって大石愛希選手先行のゲームスタート。鈴木選手チャンス。トリプルカラー。いやー、うまいですね、このスタッキング。うまい。ワンフォーディー。トムがね、3ミリぐらい上のところで角度がこう決まってくると、やっぱりこうアンダースタッキングで60絡めてきますよね。さあ19ナイスカバー。216残り。さあここも来ますね。これ3投目ミスしましたけど、218上がり目ないので、ここは198取っていきたいですね。さあ140116残り。さあ1920ですが、20向いてますね。さあいいとこにつけた、これ狙ってますね。もう一本。いやー、60からまず大石選手、18から。アレンジからの20ダブル。さあ左サイドからスタンスを変えて狙います。島ラズ。さあここは3本で終わらせたい。3本で終わらせないといけない。鈴木康太選手、アレンジからの20ダブル。You require 40. さあ3本ある。20ダブル。1本目、大石選手がこれでキープ。
ああ、ここ踏ん張りたかったですね、大石選手。鈴木琴選手、スタートが少し良くなかったか、大石選手。これはまずい まずいって言ったらおかしいですけど、トリプルから、そしてここ下につけてしまった。これで狙いにくくなるのか。19にスイッチしない。もったいない。さあ、これで大石選手楽になりますね。トリプルから。さあ、ここは大きく削りたい。トリプルから。いい角度、しかも。うわー、これ20の枠に収めたかったですね。さあ、258残り。上がり目は出せませんが、90以上削ってきて。もう1本。もう一本。上がり目出せずで、大石選手162残り。そしてアレンジ。130で32残り、ナイスアレンジ。140で、よし、相木選手のミスを待ちます。16ダブル。さあ、大きくサイドにスタンスを変えて。ここは決まらずで、鈴木選手がビッグチャンス。18アレンジ。今回は20ダブル狙うんですね。2投目。
さあ鈴木康太選手が追いついてからの大石愛希選手先行の501ゲームスタート。最強のスタート決めてきました。トヨティ。これで大石選手が圧倒的に有利になります。さあここ96取ってきて着々とベスト4に向けてのダーツが決まってきてます。どうした。今日はね、スティールダーツの怖さを何度も見てきてますんでね。180、20ライン。20ラインですね、ここは。19アレンジ。おっと、ここ強気に60、121取って59残り。さあ、諦めないことが大事。何があるかわからないスティールダーツ。削れるだけ削っとく。トリプルから。これで上がり目出せず。大石選手、ベスト4進出への59からの20ダブル。さあまだ分かんない。ここは削れるだけ削る。18じゃなくてもいいんだ。さあ、お選手。さあ、アンカーは打ったので。あっ。さあ、鈴木選手、ワンチャンス。何度もスティールダーツの恐ろしさを目の当たりにしてきたこの最終戦。
ここでねトライ行くのだけでもすごいんですが、10ダブル大石選手、そしてあ、これ決まらない、さあでもね5ダブル、うわ1アレンジからの、うわまたもや、シャー来ました、いやー鈴木康太選手、いやー本当やっぱスティールダーツ恐ろしいですね、これは